わけで命からがら逃げてきたのですもというわけでじゃないもん。お前はアホかも。どうしてきっちり死んでこないも。後で返金しろって言われたらどうするつもりも。え？チェデル죽다니。返金ってどういう？ふん、こっちの話だもん。역시그양아치였군렉스와그블레이드가어디있단다뭐어어으어머굳어봐무라좋았다どこか具合悪くありません具合아多分大丈夫그러게누나나한테왜그렇게잘해줘요 라는말이절로나오네진짜어뭐야할아버지힘이다한거야자기야그렇게쳐맞아댔으니이거待ってて今傷薬をお前の薬なんぞ千人分あっても足りんわいでもこれもまた定め泣くなレックスうわレックスじいちゃんレックス띠용잘가졌어元に戻れんのそうさの300年もあれば元どおり300年俺死んじゃってるぞうんそういうことになるかのどうすんだよ家俺もしかして宿なしこれを機に一人暮らしを始めるとか人かかるじゃないかキティ臭いの現実的って言ってくれ리키도리키나아니면단바니어가세니까워낙에효율이좋으니까어세계수에와버렸군자굴라령역시제너블레이드하면이런느낌이지え？なんで？なんでって、私はあんたらと一緒にいることはできないからね。それって、あいつらとのことがあるからか？出会ってから日が浅い。あにや、のんこ、にやのんこ、우리동료가될거야。あいつらが、우리와함께하게될거야。왜냐면、넌이제주인공없이는살수없는몸이될거거든。それでも、私の居場所はあそこにしかないんだ。뭐야なんだこれは숲에서야너무다른데なんともうまく特徴を捉えた人相書きで。え？なんだって？いえ、どうやら私とお嬢様の情報がごっちゃになっているようですね。一度抵抗するな。갑자기 Why？ こやつら帝国軍じゃな。しまった。何なんだお前たちそのもの帝国にあだ名す反逆者イーラのものであろうイーライーラニアは違うそうか白き獣のブレイドを連れたグーラ人のドライバー手配書の人相書きにそっくりではないかあっ、それ전달하고전혀안닮았어これだ似てるなんだっていや、違う似てない全然似てないレックス、今だなあ
なんだこの炎の壁は。騒がしいですね。あ、もうセドゥだー。カグッズ様はセルビアの王子とも呼ばれる帝国最強のブレイン。ドライバーなくしてもこの機関完命しそう。カグッズ様、この者たちはかのイーラの手の者だった。ぜひともカグッズ様のお力をお借りいい。水玉色のコアクリスタル、まさかとは思った。いいでしょう。はぁ、出やっ。俺たちの攻撃を弾いた。あの人強い。ドライバー抜きであれか。諦めるな。こっちは二組だよ。リャッコ。本物。本物ら生産。リャッコ。X、今は引け。それしかない。でも逃がしません。おも。今だ。バーニングソード。ホムラ。はい。この水流の中であの技、天のせいはやはり本物。ノッポ。こっちだもん。逃がしてあげるもん。君は早く早くもん。トラだもん。トラっていうのか。トラシ。俺はレックス。こっちはホムラ。よろしくお願いします。よろしくもん。モフフ。実は助けたのにはもう一つ理由があるも。これは誰にも見せたことのないトラだけの秘密。ね、못뽑았어요。人工ブレードなんだも。人工ブレード？人工ブレード？これがトラはドライバーに憧れてたも。でもトラには。ドライバー適性がなかったんだもん。みよん。そうだもん。痛み晩鼻血が止まらなくて。それだけ。それだけじゃ済まない。いや、探る동안呼吸入れめ죽지。出血多量で死ぬこともあるもん。とにかくこの人工ブレードが完成すれば適性がないトラでもドライバーになれるもん。ところでトラ。この人工ブレイド見たところほとんど完成しているようじゃが、あとはどうすればいいんじゃ。もふふ。あとは足りないパーツをいくつか買ってくればいいもん。でもトラ、お金全然持ってないもん。マジで。マジだもん。全然1ゴールドもすっからかんも。つまりはお金を貸してくれと。貸すんじゃなくて、出してくれたらもっと嬉しいも。お、설마。설마。또다른누나。随分と早かったですね。到着は明日かと思ってたの。カグッチ누나。カグッチ様。天の聖杯が見つかったのならば急がせもする。ふん、君がイーラの手配書の人相書きとは少し違うようだが。大違いだよ。誰だよそんな不細工に書いたやつは。
目覚めろもう。トラだけの人工ブレイド。ハナ。フランケンシュタインいや、これ。뭐야 너 여장도 취미가 있었어? 그나저나 후무라는 뭐 감기가 항상 패시브로 감기 기운이 있는 건가? 아야야야야! 항상 얼굴이 빨개. 공익 인간이야? 데리카시는 나야스제노. 소다모. 데리카시 나이모. 고멘나사이. 혼토니 고멘나사이. 야, 소유 의미 じゃなくて. 하나가 引き上げますも. 자, 捕まって くださいも. 力だ。花は人工ブレイド。このくらい楽勝ですもん。ゴンザレスだって引き上げられますもん。ゴンザレスが뭔데。大丈夫。あか、그래가지고하다가욕하고일단접었어요。タイゴタイゴ。レックス、あんた。助けられたら助け返せ。サルベージャーの合言葉その2だ。あんたらしいね。この炎はあいつか。今度はドライバーと一緒ってか。炎の貴公子メレフ。メレフ。スペルビア帝国特別執権官メレフ。帝国最強のドライバーにして同じく帝国最強のブレイド、カグツチの使い手。最強かける最強で超最強。もう최강의최강의완전최강은무슨기껏해봐야チャプター2에나오는ボス주제。おりりやけにあっさりと脱出できたと思ったわい。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証。そのブレイドが誠に天の聖杯であるのなら、私にはやるべきことがある。やるべきこと？空を裂き大地を割るその力、二度と世界を焼かせるわけにはいかない。くれ、ホムラの女の俺거라고、あ、내거라고、レス거라고。嫌だと言ったら力ずくでも君たちを拘束する。だったら全力で言ってやる。絶対にいやだ。
ならばその意志、等しく力で見せてみろ、少年。ほら。どうした、君の意志の力とはその程度のものか。네, 메인 스토리요. 호무라には 行きたいとこがあるんだ。 その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか。同じことしかできないとはな。天の聖杯というど、ドライバーがこれでは。あいつの属性は火、火は水に弱い。なさすぎるぞ、少年。そう来ると思った。花、頼む。了解ですね。水タンクだと。狙いはそれだったか。心外だな。何がです？このメルフ、まさか戦いで手を抜かれるとは。天の聖杯、あの少年と共にあるのなら解き放ってみるのもまた一興か。나의힐러가되어줘。え？나의キャルが되어줘。約束したんだ。ホムラを楽園に連れてくって。パティオニド필요해。俺、命を分けてもらったホムラの願いを叶えてやりたい。レックス、短絡的っていうか、お人よしっていうか。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証か。いいよ、面白そうじゃないか。ニア、綺麗。차라리좀어스룩하고멍청해도공감할수있는주인공이있어야되는데。호무라가起こしてくれた焚き火だからか。어디서골프채든애들이나와가지고。아いやその変な意味じゃなくて、焚き火を起こすの上手だったなっていうか、得意技ですから。
클리셰를 빚을 거면 펀맨처럼 잘 비틀어야 되는데 이도저도 아니게 돼버려서. 그리고 이 호무라가 쏘아올린 제이와 기계장치 인형, 이 호무라가 쏘아올린 불꽃은 거대한 산불을 일으켰다.